くいんだけどさ。何？どうしたの？どうしたの？ビワなくしちゃった。どこ行くの？なんだか。どうしたの？誰それ？かっこいい。ダメ？なんか誰かに似てる。違いに？どっちもどっちかな。俺は翔ちゃんが一番だか。ふーんって。俺かっこいいですけど何かぐらいね思ってるよ、きっとこういう人って。そうなのかな？いや、本当にそう。本当にそう。いいよ、翔ちゃんも思っていいよ。いやいやいや、俺は自信ないのよ。なんで？あんまり。え？なんで自信ないの？自信。自信ないもん。肌とか弱いしさ。可愛いんだよな、こういう人は。ちょっとアンアミよ。なんでアンアミ？え？こういう。いいよ、いいよ。ちょっと待って、翔ちゃん。あ、はい。なんか、用あるのね。ある。教えてください。翔ちゃんにさ、いや。何？何？翔ちゃんにさ、はい。ちょっと言わないといけないことがある。何？ちょっと言いにくいんだけどさ。何？どうしたの？どうしたの？指輪なくしちゃった。はぁ。あ、そうか。今日ね、仕事に行ったじゃん、俺。で、仕事の時さ、指輪外さないといけないでしょ？で、絶対俺財布の中に入れるのね、指輪を。で、仕事終わって、財布見たら入ってなくて。で、なんか、すごい探したんだけどさ、見つからないの、ね、よ。うん。ごめん。まあ、ないなら仕方ないんじゃない？ごめん、しょうちゃん。大丈夫、いいよ、大丈夫だよ。仕方ないじゃん。すごい探したんだけどさ。なんか、お店中とかさ、なんか、行ったところとかさ。うんうんうん。でも、どうしてもさ、見つからなくてさ。うん。まあ、仕方ないんじゃない？怒ってる？うん。怒ってない。ほんと？ねえ、怒ってるでしょ。怒ってないよ。じゃあ目見て。ショック？まあね。だってさ、せっかくさ、翔ちゃんがプレゼントしてくれた指輪じゃん。そう。ごめん。仕方ないよ。ごめん。仕方ないじゃん。そんな怒んないで。怒ってないよ。ほんと？うん。怒ってない。ごめん、翔ちゃん。怒ってないって。じゃあ目見て。俺の顔見て。ねえ。ごめん。うん。分かったから、仕方ないじゃん。うん。俺の顔見てよ。うん。見てるよ。見てないじゃん。ごめん、ごめん。はい。注意して。嫌なの？ごめん。仕方ない。ごめん。なんで泣くの？なんで泣くの？ごめん。大丈夫。ごめん。ごめん。せっかくプレゼントしてくれたのに。ごめん。大丈夫だよ。本当？うん。大丈夫。泣かないで。うん。大丈夫。ごめん。大丈夫だってもう。ほんと？うん。どこ行くの？なんだか。翔ちゃん？うん。大丈夫？うん。ごめん。また買えばいいじゃない。うん。
ありがとう。うん。優しい。ひろちゃん？うん。泣けそうと思った？ごめんごめん。ちょっと意地悪しすぎたね。うん、ごめん。はい。ちょっとショウちゃん。ショウちゃん。はい、こっち来て、こっち来て。ダメじゃん。もう映せない。大丈夫よ。ショウちゃん、ごめん。はい、こっち来て。ごめん。まだ顔が死んでる、顔が死んでる。ごめんね。うん。いい。うん。じゃあ、そんな翔ちゃんに、はい、ちょっと、はい、ごめん。本当に、ドッキリ仕掛けて。あ、全然。目つぶってもらっていい？ちょっと一瞬。いい？ちょっと待ってよ。何？え、何？はい、ちょうちゃん。開けていいの？うん。クリスマスプレゼント。開けてもいい？うん。俺用意してないよ。いいよ。ちょうちゃんにクリスマスプレゼントを用意しました。まあ、大したもんじゃないんだけどね。嬉しい。嬉しいけど、これも嬉しい。待って。どうしたの？クリスマスプレゼント。どこで買ったの？これ、なんか。買いに行ったの？そう。カナヘイ。ウサギと。うん。ひょうちゃん、カナヘイが好きだから。好き。うん。かわいくない？うん。これ。高かったでしょ。まあ、それはそんなでもね。高かったでしょ、これ。かわいくない？ひょうちゃんの、お望みの。1万円。うん。いいよ。いや、いいよ。いい。一緒に使おう。一緒本当は、翔、はい、ちゃんがね、ずっと欲しいって言ってた、牧場物語のソフトをプレゼントしようと思ってたの。でも、なんか、その、いざ牧場物語をさ、プレゼントしちゃうと、翔、ちゃんのその編集だったりとか、そういうのに支障が出るかなと思って、これにしたの。なんか本当に欲しかったら、これで、その牧場物語を買ってもらおうと思って。いや。欲しくなかったら、うん、取っとくか、もしくはそれ以外の自分の欲しいものに使ってもらおうと思って。うん。ごめんね。うん。うん。はい。うん。ひょにょ。はい。はい。というわけでですね、今回は翔ちゃんにドッキリを仕掛けてみましたー。イェーイ。でも翔ちゃんめちゃくちゃ優しいことが多かった。なくしても怒られないっていうことが分かったんで、気兼ねなくなくせます。はい。実際、本当になくしたらマジで怒られそうな気がするけど。はい。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。次はまた俺がドッキリを仕掛けられる番だなぁ、きっと。はい、というわけで今回はですね、まあこういう感じにやっちゃって本当に申し訳ない。クリスマスなので今日はなんかみんなに驚かせたいなとかいろいろ考えてたんですけど、なんか自分がこの編集していく中でなんかいつものドッキリとかだとちょっとな物足りないなと思ってやっていくうちに、あ、これは普段見てくださる方たちに一緒に楽しめればなと思ってやったんですけど、ちょっとね、ああいうのはね良くないってちょっと反省してます。はい、気をつけます。で、実は、前々からですね、僕らの公式グッズがですね、販売されてまして、で、今日が期間限定の最終日となっております。もう宣伝ばっかりで、もう本当に申し訳ないんですけども、このグッズを作るのにも結構時間をかけてやって、で、僕が思ったのは、誰が身につけても恥ずかしくないようなキャラクターを作るように心がけていて、で、実際今回のができて、もうね、本当に嬉しいの。なんか応援されてるなーって、あったかいなーと思ってて、なので、
本当にいつも感謝しております。またね、なんかオフ会とかみんなで会えることをできたらいいんですけども、まあこういう今のご時世なのでなかなかそういうのはできないんですけど、まあまたね改めてそういうことがあった時にその僕の T シャツとかをみんなで着れたらなーって思ってすごく嬉しいと思ってます。はい、というわけで今回はここまでです。ブイブイ。